2万7千どこのあれ、あの府中の日満ブランド、そうそうそう、それが知らない。日満、あれ府中に日満っていう靴の工場がスプリングっていう会社を作って靴を出したんですよ。それスプリングっていう、あじゃあオーダーメイドみたいな感じ。そうです。そこのオリジナルの、オリジナルの革か、スウェードです。あ、スウェード。しかも中も革、中も革。でも手入れが大変だよ。ちょっと。あ、ほんまじゃ。